さ、一人足りないんだ。みつおくん来ないか？行きたいけどな。今勉強中なんだ。今日は補欠じゃなくていいんだよ。ほんと？でも勉強サボってくとママに怒られるんだ。じゃあ他の子頼めよ。ああ、待ってよ。今行くよ。そろり、そろり、そろり、そろり。ママ、お兄ちゃんがね。みつおさん。ママ。今は勉強の時間でしょ。はい。頑固、ママに告げ口だな。だ。ああ、こんな時、飛べたらな。やっと勉強も終わったし、これから大いに遊ぼうっと。あ、カモくんだ。へへへ、会社面白いな。ねえ、頼むから返してよ。姉ちゃんかよ。俺に任しとけよ。ねえ、頼むよ。お前しつこいぞ。俺よ、一度こいつをよ、操縦してみたかったんだ。ねえ、頼むからさ、返してよ。いいから、いいから、次は俺だぞ。まあ、ひどい。サブちゃんまで意地悪するなんて。ひどいぞ、カバオくん。そうよ、カバオさんって本当にひどいわ。任しといて。カバオくん、小さな子いじめるなよ。なに？なんだ、お前みつおじゃないか。ちょいと借りただけじゃんかよ。でも嫌がってるんです。返してよ。あ、あれ？あ、みつお、ヤフの方へ探してこい。おっ、どうして僕が探してくるんだ。どうしてカバオに弱いんだろう。こんな草むらで見つかるわけが。あ、やれやれ、ここにあったのか。あれ？よく眠った。もうご飯？あ、しまった。寝すぎてもう時間がないよ。どうしよう。ああ、困ったな。地球に着くなり3日間も寝ちゃったらしいぞ。うん。よし、まあいいだろう。君でなんとか間に合わせとこう。僕は何もしてないよ。いやー、大変。時間がないんだよ、時間が。ああ、忙しいな。それ、マスクとマントをやるから、君がパーマン1号になるんだ。パーマン1号？それ何のこと？じれったいな。地球人って頭が悪いのかな。つまり、これをつけていればパーマンなの。え？畳むとこんなに小さくなる。つまりね、僕たちはすごい力を持ったスーパーマンなんだ。いやー、助けて。今度地球に支部を作ることになって、地球人にその力を授けに来たんだよ。それでも本物のスーパーマンには及ばないから、地球人のスーパーマンはスーを取ってパーマンと呼ぶんだ。わかった？パーマン？この人パーじゃなかろうか。言っとくけどね、この秘密は絶対に人に漏らすな。絶対にだぞ。わかったよ、こんなバカらしいこと。もし人に君の秘密を漏らせば、その場で君は本物のパーになる。え、脅かさないでよ、言わないよ。さあ、試してごらんなさい。おじさん本気？いや、まだ騙されたつもりだ。あー、止めた止めた、僕は空を止めちゃったよ。うわー、どうだね。そのマントを着ていれば、時速91キロのスピードで飛べる。そのマスクをかぶっていれば、力は普段の6600倍出せるんだ。普段の力の6600倍ね。うわー、僕はスーパーマンだい。違う、スーパーマンじゃない、パーマンだ。わーい、バンザーイ。バカ、こっちだけんな。さあ、これで君はパーマンだ。パーマンの務めは、その力を良いことに使って、地球を良い星にすることだ。地球を？とんでもない。僕一人で地球全体の面倒を見るなんて。そうかい、そうだろうな。ジロ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 、見るからに怠け者みたいな顔だ。まあいい、任しとけよ。おじさん、何かいい考えある？ついでにもう一人パーマン2号を作っていくから、まあ一緒にぼちぼちやってくれ。パーマン
ね。オッケー、もう時間がない。ちょっとちょっと待ってよ。なんだい。僕が勝手に家を出歩くとママが怒るんだ。これじゃあんまり活躍できないと思うんだ。厄介だな、もう。しょうがない。じゃあコピーロボットをやろう。コピーロボット？なんだ、のっぺらぼうじゃないか。鼻のボタンを押してごらん。押した人そっくりになるんだよ。見かけだけじゃなくて能力も性質もそっくりなんだよ。君が外で活躍するときはこれを身代わりに置いておけばいい。帰ってきたらおでこをくっつけるんだ。留守中にロボットが見たり聞いたり覚えたことがそっくり君の脳に伝わる。へえ、便利だな。いいものありがとう。はい。はい。はい。じゃないよ、大事な円盤を忘れちゃった。買えないの。あ、そうそう、このバッジも君のだ。なんだろう。あ、ねえ、これ何使うの？あの人はスーパーマンの中でもっちょこちょいの方なんだよ。え？あ、そうだ、僕スワミツオ。僕もスワミツオ。冴えない顔してんな。君とそっくりだもん。ウキー、わかったよ。ミツオのやつ遅いな。みつおのやつ探しに行ったまま逃げたんだよ。これみつおくんに預かってきたんだ。あ、よこせ。おっと、これは君のものじゃないはずだ。はい。なんだお前は、このカバオ様をバカにしやがって。カバオくんあいつ強そうだぜ。こいつ。おっ。あああああ。痛え、すごい力だ。こいつ、ロリー、やー、空を飛んだ。やー、助けてー。ごめんなさい。待てー、ちょうだー。痛いてー。あー、あなた誰？僕、パーマン1号と申します。どうぞよろしく。すごいなぁ。パーマン1号か。ちょ、どけよ。どうやったらあんな風に空を飛んだり、すごい力が出るのか教えてくれよ。それは無理だよ。じゃあ、せめて顔だけでも見せてください。とんでもない。かっこいいなぁ。三つをなさと大違いだ。何言ってんだ、僕がその三つ。三つを漏らせばパーになるぞ、パーになるぞ。うわぁ、変なやつ。あれ、君どうしてこんなところに。あんまりいい天気だから抜け出しちゃった。ダメだよ、勝手に遊び歩いたりしちゃう。うん、怒ってもダメだよ。僕は君とそっくりなんだから、君のすることは僕もするんだ。あいつ、三つおとなんか関係がありそうだな。三つおを使ってパーマを罠にかけよう。やい、こいつ。おう、カエル。カバオの声だ。こいつ、カエル。待て、カバオ。まだ懲りないのか。弱い者いじめはするなと言ったはずだ。そんなこと言ったっての。やる。あんまり早くてどんなやつか見えなかったよ。行けよ。よし、待てー。カバオ、見られたらパーになっちゃうよ。よし。たった大変だ。近寄るな。近寄ると土管をぶつけるぞ。しまった。マスクを脱いだら力が出せない。しめた。そんなの怖くねえや。待てここだ。よし、えい。カエル、犬じゃねえか、これ。痛い。これかな。
ったんだろう。行け。あれ。さあ顔を見せるんだよ。え？なんだこんなことすんのは。誰だお前は。あ、パーマの仲間だな。ごめんなさい。ハーマンの仲間ニモだな。ごめんなさい。ありがとう。ウキウキウキ。猿か。あのスーパーマン時間がないんで猿で間に合わせたんだな。えい、ダメなスーパーマン。えい。あ、僕のマスク。ありがとう。拾っといてくれたんだね。これからは仲良くやろうぜ。サンキュー。僕にもちょうだい。え？君と僕は同じ。わかったわかった。